レスリング、草花直世界選手権で、銅メダルパリ五輪代表に内定。セルビアで開催されている、レスリングの世界選手権は22日、男子グレコローマンスタイル77キロ級の3位決定戦が行われ、草加直選手が、ウズベキスタンの選手に勝って、銅メダルを獲得しました。草加選手は、寝技からポイントを奪うなど、前半で4対0とリードすると、後半すぐに豪快な投げ技で4ポイントを加え、8対0のテクニカルスペリオリティで勝って銅メダルを獲得し、 来年のパリオリンピックの代表に内定しました。草加奈選手とは、男子グレコローマンスタイル7 7キロ級の草加奈選手は、香川県出身の22歳。派手さはありませんが、前に出続けながら、チャンスをものにするレスリングが持ち味です。3歳からレスリングを始め、中学時代までは、目立った成績を残せませんでしたが、地道に練習に励んだ上、相撲にも取り組み、足腰を鍛えて、前に出る力を磨きました。 その後、高校3年生で、全日本選手権で3位に入るなど、徐々に頭角を表し、日本体育大学に進学後は、学生チャンピオンに輝くなど、実力を示しました。そして、社会人になった今年6月、東京オリンピックで、銅メダルを獲得した、やびく翔平選手を破るなどして優勝し、代表決定戦も制して、初めての世界選手権代表の座をつかみました。